ロサンゼルスドジャースはコンオフ、大谷翔平選手をはじめ、積極的な戦力補強を進めている。早くもワールドシリーズ制覇が予想されているドジャースだが、アメリカメディアの記者はマイク・トラウト外野手も、トレードで獲得する驚愕の提案をした。記者はドジャースがトラウトを獲得することは理にかなっているという。ドジャースは投手陣が豊富で、打線も強力だ。しかしムーキー・ベッツ内野手がセカンドに回ると想定すると、外野手はテオスカー・ヘルナンデス外野手と、ジェームズ・アウトマン外野手の二人となる。絶対的なライトがおらず、トラウトがヒットするだろう。さらに、エンゼルスはまだ2024年に競争したいと言っており、再建に乗り出そうとしないのが不可解だ。MLB で勝つためのシンプルな方法はスター選手をトレードで放出し、有望株を育て中心選手を作ることだ。この状況に記者は、おそらくドジャースが断れないオファーを出せば、エンゼルスはトラウトのトレードに応じるだろう、と言及している。トラウトは肩強くないから、センター以外ならレフトじゃないの？ライトじゃないやろ。逆だろ。外野は飽和状態だろ。大谷ネタ書いてれば儲かるとの考え、読者舐めすぎ。早くチームを売りたいオーナーがトラウトをトレードに出すとは思えないぞ。トラウト自体は戦力にはなりうるが、なんせあの年俸が確定してるからな。実現するためにはエンゼルスの年俸負担は半分以上だろ。そんな状況をケチ漏れのが良しとするとは、到底思えないやろ。それな。今のトラウトに守備をシーズン通して任せられるわけがないやん。DH との併用でなきゃ到底持たない。怪我が多く高額年俸に成績や年齢を考えるとないだろ。トラウトが年俸を放棄するしかないやろ。ないない。外野が余っちゃうから、誰かしら放出しないと数が合わないし、何のためにヘルナンデスを取ったんだって話になる。しかもセンターにこだわりがあると言われるトラウトを、ライトで起用することを前提にしている。センターを守れるからライトも、とは浅はかすぎるやろ。エンゼルスはアホなので、トラウトやレンドンを早く放出して、一刻も早いチーム再建に乗り出す、なんて賢いことはしないだろ。